皆さん、明けましておめでとうございます。新年は晴れた日ですよね。晴れてます。今年は辰年です。辰年は景気が良くなる、運気が上がる年と昔から言われています。皆さんと共に岐阜町、宮城県、日本が、そして世界がいい年になるように共に頑張っていきましょう。